それを王子が慌てて止めます。待って姫、まだお肉焼いてないよね。ヤギは化け物なので生肉は大好物です。でも目の見えない王子は相手を人間だと思っています。これ以上生肉のことで何かあると自分が化け物だと気づかれてしまうと思った姫は王子の話に合わせることにしました。そうね、焼いてあげた方がいいわね。でも私、火って使ったことないからやり方教えてほしいな。姫は調子よくその場をごまかします。そして王子に教えてもらった通りに火をつけようとする姫ですが、怖い。もともとが狼の化け物なのでどうしても火を怖がってしまいます。しまいにはワンワン泣いて王子に助けを求めます。王子は目が見えないのでうまく火をつけられる自信はありません。だけど
姫が助けを求めてくれたことが嬉しくて引き受けたいと思いました。わかった、やってみるね。王子は姫のためにちょっとだけ勇気を振り絞ったのです。強力のおかげで肉がこんがりと焼き上がりました。ヤギたちは大喜び。焼いた肉も案外いけるね。そんなことを言いながらたくさんあった肉をペロリと平らげます。ありがとう、助かったよ。もう少しで飢え死にするところだったよね。ヤギのうち一匹が姫にお礼を言います。よかったわ。それより今晩ここに泊めてもらえない？姫は抜け目なくお願いをします。いいよ、今夜はうちに泊まっていきなよ。キノコまみれの汚いところだけど。ヤギたちは心よく二人を受け入れました。長い一日が終わり、夜が更けていきます。王子は旅の疲れもあり、ぐっすり眠っています。ですが、夜行性の狼はまだ眠れないでいました。眠れない狼が小屋の外をうろうろしていると、一匹のヤギが小さなウサギを追い回しているところに、出くわしました。ウサギはすばしっこく逃げ回り、とうとうヤギは獲物を捕まえ損ねました。あ、狼さん、狩りって難しいね。なのにあんなにたくさんの肉をあっという間に取ってこれるなんて、狼ってすごいな。ヤギは無邪気に狼の狩りの腕を褒めてくれます。そんな褒め言葉に狼は曖昧な返事を返します。王子に狼と呼ばれるのを聞かれてないか心配なのです。早めに話を切り上げなきゃと狼が考えていると、ところで一緒に連れてる人間は非常食かい？ヤギの唐突な質問に狼は不意をつかれドキリとしました。いいアイデアだね。僕らも飢え死にしないように真似しようかな。あ、でも僕ならもっと太った人間を選ぶな。あんなに痩せっぽっちだと食べ応えないもんね。化け物たちにとって人間を食べることは当たり前のことです。なのでこの会話は化け物同士の普通の会話。狼も王子と旅に出るまではこれが普通だと思っていました。ですが今の狼にはヤギの言葉がとても恐ろしく聞こえます。違う、王子はそんなんじゃない。狼は思わず否定します。狼の態度を見たヤギは何かを察した様子。あれ、もしかして君人間と仲良くしたくなっちゃったってやつ？ヤギに気持ちを言い当てられた狼は素直にそうとは言えず、ただ黙ってしまいます。
化け物と人間が仲良くなれるわけないよ。王子と仲良くなれるわけがない。まるでそんな風に言われた狼は口を開いて何かを言い返そうとします。だけど言葉が出てきませんでした。君もよく聞くでしょう。化け物の方がうっかり人間を食べちゃったり、人間の方が化け物を裏切ったり。狼はうつむいて聞いています。ヤギは続けます。ろくなことにならないよ。あ、でも恩人の君がやりたいことだからね。僕は応援するよ。頑張ってね、とヤギはのそりと小屋へ戻っていきました。狼は自分の寝床で体を丸め眠ろうとします。でもヤギの言葉が頭の中で何度もぐるぐると駆け巡って落ち着きません。これまでは王子の手を引く嬉しさで怖いものは何もないと思っていました。でも自分の本当の姿は王子が嫌っている化け物です。それに王子の目を傷つけたのは自分だということも黙っています。このことが王子に知られたら全ておしまいです。バレなければ大丈夫。狼は自分に言い聞かせます。そう、バレなければ大丈夫。狼は結局この夜一睡もできませんでした。翌朝、魔女の森へと出発する姫と王子をヤギたちが見送ります。ヤギたちは口々にお礼の言葉や旅の無事を願う言葉をかけます。頑張ってね、うっかり食べないように。その中には一つだけ別のことを心配している声が混ざっていました。王子には何のことだかわかりませんが、姫には伝わりました。食べはしないけど、心の底に生まれた大きな不安を振り払うように、姫は王子の手を引き再び森の中へと入っていくのでした。
Thank you.
暮れを過ぎた頃、森の切れ間に湖を見つけました。湖面には赤い夕日が反射し、キラキラと輝いています。見晴らしがよく、安全そうなここで二人は一晩過ごすことに決めました。夕食後、二人は他愛のない話をして過ごします。王子はいろんな本を読んでるのね。そうだね、二人でできる遊びの本とかもあったよ。え、二人でできる遊び？どんなもの？いつも一人で遊んでいた姫は二人でできる遊びに興味津々。王子も姫が興味を持ってくれていることが嬉しかったので、喜んで遊びのルールを説明しました。そうすると勝ち負けが決まるのね。わかった、やろう。勝負事と知った姫はその遊びをすぐにでもやりたくなって、うずうず。じゃあ負けた方が勝った方のお願いを一つ聞くことにしよう。いいわよ、絶対負けないんだから。勝ち気な姫はすでに勝ったような気持ちです。負けた、ボロ負けです。姫は歯を食いしばり、目に涙を浮かべるほど悔しがっています。王子は私が知らない言葉いっぱい知ってるのね。たくさん本を読んでいるから。王子は照れくさそうにはにかむと、姫の方を伺うように声をかけます。じゃあ勝ったからお願いをしてもいいかな？うん。勝負に負けたことで頭がいっぱいだった姫ですが、王子の言葉に小さくうなずくと、背筋を伸ばして彼の言葉を待ちます。姫の歌が聞きたいんだ。王子が少し照れながら言います。え、歌？王子が舞を聞きに来てくれた歌声は、姫の姿と引き換えに魔女に差し出してしまいました。それから姫は王子との旅に夢中で、一度も歌ったことがありません。自分の歌声が一体どんなものになっているのか想像もつきませんでした。僕、姫の歌声が好きだから。歌わないと怪しまれるかな。追い込まれた姫は思い切って歌ってみることにしました。5本。じゃあ歌うね。姫は意を決して歌い始めました。でもその歌声は、あのよく響く綺麗な歌声と比べると、見る影もなくひどいガラガラとした声でした。王子は変わり果てた姫の歌声にキョトンとしています。ごめんね、旅の疲れで喉の調子が悪いみたい。治ったらまた歌ってあげるから。姫はひどい歌声をごまかすために嘘をつきました。あ、そうなんだ、ごめんね、無理やり歌わせちゃって。それなら早く寝て体を休めなくちゃ。王子の優しい気遣いが嘘つきで後ろめたい姫の心をチクリと刺しました。夜も更けて、王子は深く眠っていますが、狼は眠れないままでいました。狼はとぼとぼと湖のほとりを歩いています。今や狼の胸の中は不安でいっぱいでした。化け物と人間が仲良くなれるわけない。ヤギに言われた言葉が
頭の中を駆け巡ります。姫の姿でないと、嘘をつき続けないと王子と仲良くできない。王子への思いと嘘を重ねる醜い自分、不安な気持ちをかき消すように、狼は水面をパシャリと叩きつけました。広がり、そしてゆっくりと収まっていく波紋。湖を覗き込み、水面に映る化け物の姿を見て、狼は大きなため息をついて、湖面をもう一度かき乱すのでした。